昨日午後5時の別府市の松林ヶ浜公園、夏休み真っ只中の今、3世代でバーベキューを楽しむ家族の姿がありました。楽しかった。お外でお肉食べたら美味しい。子供たちも楽しそうで、普段できないことなので、こんな海でバーベキューとかいうのが、だから楽しいです。別府市では市民からの要望を受け、条例を改正して解禁した花火に続き、去年から公園内でのバーベキュー解禁に向けた社会実験を行っています。利用は完全予約制で、コンロの火起こしや炭の後片付けはスタッフが担当します。基本の利用料金を払って食材や飲み物を自由に持ち込めるほか、有料で肉や海鮮などを注文することもできます。都市公園内が原則夏季の使用が厳禁となっておりまして、バーベキューの利用がなかなか実施に踏み切れなかったところではあります。公園の可能性をもっと市民の皆様に知ってもらって楽しんでいただければなという思いがあります。一方で、去年出たゴミの後片付けの課題を受け、市では今回処分費を含めた有料のゴミ袋を販売、利便性を高めて積極的な利用につなげたい狙いです。期間限定ですので、ぜひこの機会に松林ヶ浜公園、観覧時刻地帯公園、足を運んでいただいて、夏の思い出作りにしていただければなと思ってます。この社会実験は来月1日までは松林ヶ浜公園で、来月7日からは神奈川地獄地帯公園で実施されていて、電話とウェブで予約を受け付けています。